はい、こんにちは、ブルーホースでございます。前回はね、チャイナドレスのお色気ムンムンのね、まあ、ちょっとボリュームには欠けるけれども、やっぱりエロスがたまらないね、あの魅惑的女性を最後観察をしまして、チャプター1の2から1の3スタートというところでございます。キック、はい。で、サドラーの顔とハゲチャビンの顔を覗いて、まあ、早速ね、まあちょっと皆さんにはワーオなシーンをね、お見せしようと思います。はい、タッチション失礼しました。来るかな。来た来た来た。どうやって扉開けたの今。普通に歩いてきてたよね。超能力ということで。キック。キザン。すまんな。息子を切り落としてしまったようだ。トイレを使う。あれ、修正したはずなのにな。相変わらずちょっと字幕が切れてますね。ごめんなさい。申し訳ないです。なんでだろうな。ちょっとまた見ときますね。とりあえず開けます。オープンセサミ。で、ちょっとね、アイテムが、飽和していますんで、一旦ちょっと、燃やして、アイテムスペース開けて、いきたいと思います。しれっとね、ここでね、なんでこいつがいるのっていう話なんだけどね、もしかしたらあれだよね。なんだっけ。村長の家の門番なのかもしれないけどね。あ、ちょ、下手くそ。しまった。まあ、とりあえず、一撃。お前も燃えとけよって話なんだよ。キック !OK。で、よいしょ。違う。やべ。来てる。来てる時には、スー。OK。で、こいつを切り刻む。チェーンソーやろう。今再び忘れられぬ痛みを刻もう。ゼフィロス。オッケー。さあルビーをよこせ。チキ。よし。じゃあここで、ああでもまだアイテムまあいいか。まあでもとりあえずちょっとアイテム取りに行きましょうかね。うん。どこまで進めるかだな。ちょっと村の中央に再びまた戻っていくことにはなるんですけど、まあそれのまあちょっと時間がどう。ちょっと待って。ちょっとびっくりした。あれ、お前どっから来たの。あれ、今ちょっとコーヒーを飲みながら話そうかなと思って手を離した瞬間に来やがった。くっそ、いらねえダメージ食らった。悔しか。マジかよ。開けます。そうか、あっちにちょっと近づいたことによってで、敵が気づいてたんだな。ここに一体いるはずだもんね。いないもんね。くっそ、ハゲチャビン野郎め。似合わないオーバーオール着やがって。ここで、包丁女。ちょ。ほら、おいで。ああ、その、こけるのね。はい。このキャラでさ、包丁を持つと、ますます前も話したけど、クロックタワーのさ、出てくる、何ちゃんだったっけな。忘れちゃったけどな。うん、なんかテンテン、ナルトに出てくるテンテンみたいな、キャラの髪と同じ髪、同じ髪型をしてるね、女の子がね、小さい女で、キャキャキャーとか言いながらね、包丁を持ってね、主人公の女の子を切り刻もうと走ってくるんですよ。あれが結構怖いんだよなぁ。よし。キック。よし。キック。ちょっと後ろから鎌投げてきてる。おめえが危ねえんだよ。よし、オッケー。なんでこの帽子は飛んでかないんだろうな。ハンティングハットっていうの、ハンティングキャップっていうのかな。なんだっけな。ねえ、あるよね、そういうの。あ、まだ起き上がってくるのか。危ねえ。よし、オッケー。ちょっと待って、痛い。よし、オッケー。ちょっと、まさかの再会から始めていかなきゃいけないというオチですね。はい。飛ばします。彼女はまさか。くっそー。
想像だにしていなかった。マジか。まあ、そういうこともあるということでね。はい。おいでおいで。おいでおいで。おいで。そんな臭いところにいないでさ。知ら？おめえ、自分で出てくることを忘れちまったのか？それとも違う世界線が始まったか、ついに。くっそー、まさかのお亡くなりか。ねえ、今のですでね、後ろで編集さんが狂気乱舞やってますよ、本当に。何してんだか。やっちまったなぁ。ま、ご愛嬌ということで、ま、バイオ4とかね、バイオ0123とかさ、死ぬとさ、そのセーブしたポイントまでさ、戻されるっていうさ、きついのがあるけど、まあ、コードベロニカとかさ、途中のセーブポイントから始められるっていう、ちょっとした優しいようがあるけどさ、まあ、すいません。すいません。本当に。申し訳ないです。あぶれ。今のダメージは、まあ、仕方ないというか、ありがたいというか、多分今の、食らってなかった。え、ちょっと待って、それは聞いてないって。アイテムスペースめっちゃ開けたろ。ほら、飛べ。あ、ちょ。ほら、飛べ。あ、ちょ、待って。やっぱあれだな。あー、なんか、さっきよりもダメージがきつい。危ない。こんなギリギリの戦いしてダメなんですよ、ほんとに。ダメ、ゴンス。とりあえず奥のやつ。はい。頭。こいつも蹴ってやる。ほら。よし。オッケー。さあ、ルビーをよこせ。お前の固まった血をよこせ。ルビーケッツ。来てる？来ない？先始末してた方がいいか？これ。ねえ。くっそ、なんか無駄にショットが落ちまったよ。本当にもったいねえ。勝ち。アイテムスペース開けてね。よし。もう先に始末しとこう。またさっきみたいにさ、家に入って来られてさ、ドッキリ仕掛けられたらもうたまんないからね。おいで。さっきの復讐してやるよ。お前からはもうダメージ食らわねえ。キック。来る？女、あ、来た。女来た。クロックタワー来た。よいしょ。回し蹴り。チンコ。あんまりそういうストレートな、V の話はしないですけどね。なんか言っちゃったね。よし、切り刻む。まあ、こいつは多分エーダよりもないな。あ、レッドハブ。ここはレッドハブ固定なのかな？じゃあ、とりあえず、組み合わせておきやしょう。ごちそうさまでーす。よし、OK。で、ああ、いいね。ご褒美があったね。とりあえず、じゃあ、戻ってアイテム回収だけ済ませておこうか。そんな感じだね。アイテムスペースも、使う予定のなかった、ランカーバスを使ったことによって、まあ、だいぶアイテムスペースがあったんでね。これでも戻って、井戸の中にまた戻ってって、で、魚刻んで取りに行くとかできんのかな？まあ、そこまでちょっとやんの、めんどくさいからやんないけど、さすがに。いやー、まさかの、ちょっと湖の手前くらいまでちょっと行こうかなとかって思ってたけど、これ、てか、チャプター1の3くらいのボリュームだったら、まあ、ぶっちゃけ、敵とあんまり戦わないでスルーしまくっていけば、ね、デルラゴをぶちのめして倒すことが、できたかもしんないけどね。まあ、これがあれだな。プロフェッショナルの洗礼ってやつだな。これどうなんだろうな。これさ、今さ、普通にさ、切り刻まれてさ、武器使ってさ、まあ、3発黒たら死ぬみたいな、そんな感じになってるけど、後半のその邪教徒とか、ね、スタンロット使ってくる孤島のやつとか戦うってなれば、そいつらの方はダメージ1発、2発で死ぬとか、やっぱそのくらい強烈になってくんのかな。あれだもんね。だって、プロフェッショナルのダメージ軽減の直帰切れないもんね。残念なことにね。わ、すげえ、4人とも蹴れた。こんな気持ち、あ、しかも1人溶けた。2人溶けた。オッケー。もう1人、あ、じゃあ1人溶けたね。おいで。よし。キック。ごちそうさまです。あー、仕方ないなー。やっちまった。だかなー。本当にもう。チャプター1のさ、ちょっと刻むかもしんないですね。ほんとは教会のとこくらいまで行ければっていうのがあったけどね。ちょっと短いパート
を続けていくかもしれないです。ちょっとこいつらもあのしっぽりと相手してたら、多分あそこのロッカールームじゃなくて、なんだっけ、鍵穴のところ入ったところくらいで一旦終わりにするかもしれないんで、あ、なんか流れ玉が後ろに当たっちゃった、ごめんね。まあ、そんなこともあるけど、許して。だからなんで、あのさ、ニット帽が吹っ飛んでいくのさ、このキャップとか麦わら帽飛んでいかないもんね。面白いよね。ほい。あー、ちょっと待って。さすがに遠いか。ほい。オッケー。これでさすがに、頭から落ちたら、死ぬだろ、さすがに。オッケー。よし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 。取る。あー、でもしょったまはないか。しょったまはあれだね。減り続けたから、ただ単に借金が増えただけだったな。蒼天。こっちとか行ったところで別にアイテムとかないもんね。あと追加で出てくるのはなくて、仲間がどんどん殺されていくのを、あの、ただ見てるだけのおっさんが屋根の上で、もだえてる。あれは何かな？あ、ちょっと立っちゃうからやめて、みたいな。まあ、立とうとしてるけどね、今。あ、帽子飛んでった。やっぱ頭にクリーンヒットしないと飛んでいかないのか。それにしてもニット帽は、なんか、簡単に崩れすぎじゃねって思うけど。ああ、死んだ。アイテム特になしだね。追加ってあったんだっけな。まあ、ちょっと時間がないんで、あれですけど。よし、じゃあ鍵開けましょうかね。ということでね、ちょっとすごい、あの、まさか、ちょっと想定外の事故死があったんで、まあ、完全に他殺なんですけど、一旦じゃあ、まあ、次のステージに進むというところまで来たんで、ちょっと短いパートで恐縮なんですけれども、ここまでにしたいかなというふうに思います。ということでね、まあ、あの、初めての死にもう超興奮したよっていう方はね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。次回にちょっと仕込みだけしといてね、終わりましょうか。キック。ということで、じゃあここでセーブして一旦終わりにしましょうかね。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。